フラワーフェスティバルは昨日までの3日間、平和公園と平和大通りを中心に開催されました。新型コロナの影響で中止や規模縮小が続いたほか、去年は G7 広島サミットの影響で6月に2日間の日程で開催されていました。5年ぶりにゴールデンウィークの通常開催となった今年は、パレードや広場展開、ステージなどを楽しむ多くの来場者でにぎわいました。期間中は天候にも恵まれ、多くの外国人観光客も訪れるなど、3日間の人出は2013年の180万2000人を上回る181万6000人に達し、過去最多となりました。